静岡大学の学長選で日ず和幸学長が次期学長に決定しました静岡大学によりますと今日開かれた学長選考観察会議で日ず和幸学長が近藤誠副学長との一騎打ちを制し次期学長に決定しました学長選の最大の争点は 硬着状態が続く浜松医科大学との再編問題で近藤副学長は浜松医科大学と締結した合意書通りの1法人2大学による再編を訴えていましたが ひず学長はそれと異なる一つの総合大学案を推進年度内に決着をつけると訴えていましたひず学長は教職員らによる意向投票で近藤副学長をリードしていて学長選考会議は一体感のある大学運営と多大学の連携などを重視したということですひず学長は31日にも会見するとしています